発車します。お止まりください。小田急バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは千川駅入り口、狛江第一中学校、狛江市役所前駅、狛江駅南口でございます。途中お降りの方は駅下の降車ボタンを押してお待ちください。次は北成城町、北成城町でございます。皆様の健康な毎日は私たちの願いです。香川内科クリニックはえのきバス停すぐそばにございます。頭痛やめまい、物忘れでお悩みの方は、MRI
できる仙川脳神経外科クリニックまでどうぞ。仙川駅徒歩2分、仙川住宅公園向かいです。ゴミはきちんと分別し、決められた日に決められた場所に立ちましょう。ゴミ減量とリサイクルにご協力をお願いいたします。調布市からのお知らせでした。 IC カードは当社営業所、案内所および駅券売機でもチャージができます。事前チャージのご協力をお願いいたします。次、止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。お待ちください。次は仙台高校、仙台高校でございます。次は若葉町三丁目、若葉町三丁目でございます。次は左前でございます。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。危険ですのでバスの乗ってから席をお尋ね願います。お客様にお願いいたします。車内の優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。 IC カードは当社営業所、案内所および駅券売機でもチャージができます。事前チャージのご協力をお願いいたします。次、止まります。扉が開くまでそのまま待ってください。足元にご注意ください。発車します。お止まりください。次は学頭でございます。高血圧、糖尿病、高脂血症の相談、各種予防接種も受けたまわります。内科、小児科、柏原内科クリニックへはこちらからどうぞ。花粉症、補聴器、睡眠時無呼吸症候群、耳、鼻、喉のご相談はこちらでした。学頭耳鼻咽喉科医院までどうぞ。次は五代橋、五代橋でございます。開運、厄除けやさまざまな願い事は仙台宗三島さん天寿院八角弁天堂観音堂へはこちらよりお越しください。止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。頑張りください。次は泉狛江消防署前、泉狛江消防署前でございます。ございます。 IC カードは当社営業所、案内所および駅券売機でもチャージができます。事前チャージのご協力をお願いいたします。発車します。お止まりください。岩の下一丁目でございます。次は狛江市役
毎週日曜9時、10時半、午後7時の3回です。ぜひ止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。はい、発車します。お止まりください。お疲れ様でした。次は終点狛江駅北口、狛江駅北口でございます。臨時休診から運転手術も可能な小坂産婦人科クリニックは狛江駅南口にございます。有名私立幼稚園小学校受験の名門、成城教室は成城学園前へ赤ちゃんの心と体を育むベビークラスもございます。東京の人からのお知らせです。2020年から東京オリンピックパラリンピック競技大会が開催されます。ご視聴ありがとうございました。小前駅北口でお手元対応が続きます。テロの標的になる可能性があります。ご乗車ありがとうございました。